皆さんこんにちは、社長革命の後藤です。今日は外出自粛の中、健康維持のため、周りの散歩なんですが、実はこれこの間買ったやつですけども、これのテストと使用マイクの感覚がどうなるかと、あるいは歩いててこう揺れがどうなるかというようなことで、こちらでちょっとこういう感じで、あ、もう映り始めましたね。こういう感じと、これをこういうふうにこう見ましたね。見ましたね。で、こういう感じで歩いて撮ってみましたので、また近くの風景、ラーメン屋さんがあるんですけどね、知ってる人いますかね。結構有名なんですけど、全国的にチンチン亭のラーメン屋さんとか、あるいは撮り鉄日なんで、電車の、西武線、なんかすごい短い西武線があるんですけど、そこもこれで撮ってみましたので、意外と迫力ありました。はい、どうぞご覧ください。はい、東京都武蔵野市と小金井市ですね、新宿からだいたい電車で20分ぐらいの場所です。東京から山梨方面に向かう JR 中央線、新宿からちょうど20分ぐらいのところです。なんか広報車が来ましたね。広報車が、外出の自粛だということを後ろから広報車のマイクで言われてしまいましたけれど、はい、いいお天気で、空にはセスナが飛んでますね。セスナ、あの調布の飛行場が近いので、調布の飛行場ですね、近いのでお天気がいいと撮影用の飛行機は飛ぶんですよ、昔から。調布の飛行場はここです。矢印のように離陸していきます。撮ってますね。中央線です。あれは立川方面に向かってます。すごい花が綺麗ですね。私名前が分かんないんで、見た人教えてください。これは、はい、キャノン綺麗に撮れてるかな。焦点合うかな。あ、明るさどうですか。これこんなにすごい、桜の木です。桜の木ですね。なんか小さい子が何やってんだろう。これ高架下ですね。私の高架下、ここに駐車場が出てきましたけど、今度私が借りる駐車場です。ここは高架下、中央線の高架下がどんどんこんな風な商業施設にどんどん変わってますね。私の画像を、顔を捉えてるのかな、これ。なんか四角い枠がこのモニターには映ってますけれども。小さな公園、これレールですね。電車のレール。電車の一旦停止とか。ニュースレターにも出したんですけどね。電車の、上は中央線の高架下なんですけど、これ遮断機のモーター。こんなのが展示したんですね。子供さんの遊び場所になったんですね。遊び場所、これ信号機です。信号機はこんな風に信号機ですね。矢印の方に歩いてきて、ちょうど真ん中下、鉄道のレールや信号機が置いてある歩公園、公園に境の公園と、ここは滑り台もありますし、こんな木製のこんなものも、ね、後ろがありました、ベンチの上に、ね、結構航空写真から見ると緑が多い場所です。ここにラーメンで有名なチンチン亭のラーメン屋さんがあります。よく知ってる人も多いですね。ここに武蔵境駅から出ているわずか6駅の西武多摩川線が走っています。